この地域全体は越後妻有というふうに呼んでいます。日本の一番どん詰まりって言いますか、東京都と同じぐらいのすごい広い場所、日本が近代化していく中でこの地域が相当厳しい、あるいは政治的にも捨てられていく地域かもしれないと思っています。20年前は田舎に現代美術なんて合うわけがない、現代美術が地域を元気させできるはずはないと言われていたんですが、アートが頑張ればもしかしたらその展望がなくもう本当に寂しいだけの人たちが元気づくのではないかということで、アートによる地域づくりが今から20年前から始まったわけですね。確かに人がいなくなった空き家とかたくさん使ってます。それをそのまま使いながらアーティストなり建築家たちが手伝って壊れ始めたものを逆に新しいものよりは魅力的な世界に変えることができる。夢の家は一番最初に使った空き家です。ここはおばあちゃんが住んでいたんですが、マリーナ・アブラモビッチっていう女性のスーパースターですが、彼女はこれを旅館にしようということにしました。で、4つの部屋をベッドルームにする、おばあちゃまがいつでも来ていいような部屋はちゃんと残す、それにマリーナ・アブラモビッチっていう大スターの作品をいつでも見れる、これが大成功しました。たまに新しいものを作る時もありました。だけどそれも何か用があるものを作ろうと思った、ただ美術を見せるためではなくて、例えば光の館、ジェームス・タレルの作品ですが、それは宿泊として使えるようなものとして考えたい、そういうやり方で生きていく作品、あるいは古いものを生かしていく作品、そういったものを頑張ってやるようになってきたわけですね。今挙げられた作品は本当にうまく土地の場所あるいは風景とマッチしてますね。例えばカバコフの場合はこんなところで頑張って農業やってきた人の大変さを称える、あるいは草間さんはこの場所の植物の元気みたいなものをずっと未来に対して開いていく、そういった希望を表す。この越後妻有という田舎には長い歴史が流れている、風景もものすごいいろいろバラエティがある。孤独にギャラリーとか美術館の中で作るだけではなくて、多くの人が関わってくる、スターたちに地元のおばあちゃんがおいいねとかそういう話したり、あるいは食べ物を持ってきてくれる、作る時の喜びもあるし、そのもう本当にいろいろな可能性がある。だからアーティストはみんな続けてやりたい、その時に地元の人たちはそれを手伝いに来るわけですね。その手伝った瞬間にその作品はアーティストだけのものじゃなくて地元の人の作品にもなるわけです。3年に1回の芸術祭、今まで5回やりました。現在は地域はもう考えられないぐらい元気になってきました。今反対した人たちも楽しいとものすごく明るい希望で動き出した。だからそれはお金と全く関係のない世界です。地元の人たちはそれで楽しんでる、大都市から来た人たちはその地元の生活とか時間を楽しんでるわけですね。おそらくここは一番厳しい場所がユートピアになり得るんだと、一つの瞬間かもしれないけど、そういうことをやっぱりやっていきたいと思っていますね。まあ夢ですね
第1回の芸術祭の時に自分の家の居間を貸してくださった老夫婦がおられました。その人たちは家に来て作品を見ていく人たち全員にちゃんとお茶を振る舞ったわけですね。お菓子をちゃんとつけて、その人たちの数が8000人を超えました。でその秋にそのおじい様が亡くなられました。でその時僕はしまったと、この夏本当に大変だったからやっぱりおじいさんに負担かけちゃったなと思ったんですね。その時にお母さんが本当に嬉しいことを言ってくれた。全然北川さんそんなこと心配しなくていいですよと、おじいちゃんは死ぬ寸前におばあちゃんに今年の夏は楽しかったなと、こんな嬉しい夏があったんだよって言って亡くなったっていうのを聞いてほっとしましたね。